こんにちは、ようこそジャングルクルーズ。私は色町号の船長山崎です。冒険に出発する準備はできていますか？ありがとうございます。でもジャングルは危険がいっぱい、何が起こるかは私でも分かりません。そんなジャングル探検の強い味方がこれ、ね、このお守り。何かあった時にはきっとこのお守りが私たちに力を貸してくれることでしょう。それでは出発。さあ、まずやってきたのは雨の森です。雨が降っていますね。おや、あそこにいるのはオルフォチョウ。世界最大級の蝶だと言われています。ね、お兄ちゃん、とっても大きいで蝶ね、蝶だけにねあの鳥、実はワニたちに空の飛び方を教えているんです。じゃあ空を飛んでみたいという方、そんな方はここで降りてワニと一緒に授業を受けていただくというオプショナルツアーもございます。いかがですか？見てください。これはアフリカゾウ。ゾウといえば長い鼻と大きな耳。彼らは視力があまり良くない代わりに耳はとってもいいんだそうです。おー、大変。あのゴリラピストルを持ってる。皆さんもっと驚いて。あー、後ろ、ほら、びっくりした。突然ですが、本日あちらのバナナをお買い求めいただくと生きたワニがついてきます。ちょっとスリリングなおやつに最適です。ジャングルのお土産にいかがですか？見てください、この雄大なアフリカ大草原。いろんな動物がいますね。いや、あそこでは疲れたシマウマさんがライオンたちにマッサージをしてもらっています。ジャングルは暖かいところですね。おや、探検隊の皆さん、何か見つかったなら手を振ってください。それどころではなさそうですね。まあ、でもお尻を振っていますね。あれはジャングル語で知りませんという意味です。皆さんも明日使ってみてください。通じないと思います。突然ですが、ジャングルにらめっこ大会の時間です。対戦相手はあちら、ワニの兄弟スマイリーブラザーズ。それではにらめっこスタート。はい、ワニさんだけね、スマイル兄弟というだけあって今日も連敗記録更新です。実は私、爬虫類が大の苦手、特にヘビがダメなんです。この兄弟がヘビじゃなくて本当によかった。あー、ヘビ、あー、抱きにせっかむ。皆さん、左に避けて。危なかった。え、これ演技だと思ってませんか？演技でもない。なんかのバッハ、優秀な船長に拍手ありがとうございます。おっと、危険なエリアに入ってきてしまいました。カバの池です。カバという動物は人懐っこそうに見えて、実はものすごく凶暴なんですよ。信じられない。いやいや、よく聞いてください。危険な音楽さえ聞こえてくる気がしませんか？口を開けて威嚇してきましたよ。カモでひっくり返される前にさっさと通り過ぎましょう。いや、太鼓の音聞こえますか？あれは先住民です。
船長学校で習ったんですが、先住民と仲良くするためには動物の真似をすることです。じゃあこっち半分の皆さんはゾウさんの真似をしてください。こっち半分の皆さんはハリネズミでお願いします。右の人、あの槍を全身で受け止めてください。左と真ん中の人、私の思いやりを心で受け止めてください。皆さん笑ってる前ですまあこれから滝の裏側に入っていきます。ということで恒例の滝の裏側のドラマ、滝の裏側はどの方角、まあこの子です。滝の裏側はどの方角、さあどうですかね。滝の裏側の方角、正解は北です。北ね、滝の裏側、滝、北なっちゃっておっと、なんだか不気味なところに来てしまいました。一体ここはどこなんでしょう。この神殿、ジャングルの守り神を祀る伝説の神殿かもしれません。でもすごく怪しい雰囲気、なんだかちょっと怖いですね。そうだ、私たちにはこの守りがあったんだ。何かあればこの守りが力を貸してくれるはず。勇気を出して進みましょう。これは体の中にはジャンプの守りだし、ちょっと答えてみますね。ガーオー、皆さんあそこを見てください。1日バナナ10本いかがですか。いや、あそこにいるのはセールスマンサム、ジャングル一の商売上手なんです。こんなものいらないよと思ってもサムを信じて買えば間違いなし。このお守りも金かなかったんです。もっといいお守りがあるからそっちを買えって。ほら、商売上手でしょ。さて、文明社会に戻ってきました。驚きがいっぱいのジャングルの旅、いかがでしたか。ではまたジャングルクルーズの旅に参加したいよという方、こんなにたくさんありがとうございます。冒険したくなったらまたいつでも遊びに来てください。それとこれからもジャングルの仲間として自然と仲良くしていってくださいね。船長山崎からのお願いでした。これからボートは狭い通路へ入っていきます。安全のためボートから手を荷物を出さないようにしてください。またボートが船着き場に着いても私が合図をするまで皆さん座ったままでお待ちください。